fill everybody in on the situation. Yo, sonja iku ka, Tabo. Ikken, machi no bottakuri ten wo osouji shi ni na. Oh, iko. Yosha, sou konakuchcha na. He sounds enthused, but not enthused, if that makes sense. He's just trying to chill in their, like, hype voice, but very calm. Koko da na. Omae ga Keiko-chan tsurekonda bottakuri-ten wa. Sou da yo. Dakara ore wa mou koko made de kanben shite yo. Nani katte na koto itten da? Tenchou to go taimen suru made 付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ。あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いの、その店長。そうだよ。手下もいっぱいいる。どの道女を食いもんにするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。 杉浦からだ。 なんだよ。 Gotta bring the band back together. Yeah. Oh, only 6 months since the last game, okay. Hell yeah, little dude. Oh, wait. 探偵になったってことか。お前が。そう。横浜でね。一応矢上さんに遠慮して神室町は避けたわけ。な。話がいろいろ急だし。それにつくもくんとってあのつくも。他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人 なんか波長が合うんだよね。はい。早くしろよ、タボ。で、今度ちょっと手間抜かかる依来が来ててさ。先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い。その話急ぐか。We gotta help them. Come on。勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ？終わったら後で話すよ。何なの？教えてよ。お待たせ。 コウスケ、どういうことかまず説明しろや。 I made some friends. いえ、あの… 浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえ、その声、さっき電話で話したやろうか。ん？ 探偵で矢上って、お前あれか。 昔松金の組長が面倒を見てたっていう。ほら見ろ、な。神室町でうちの名前知らねえなんざ、モグリよ。He's on point with that. ちなみに俺はその松金組にいたカイトってんだ。お前も話には聞いてる。有名だよな。まあそうかな。 松金の海斗とや、おつむの弱さ知られてる。コサドラに組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあほっときなって。クソかい。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。 こっちも仕事だからさ。<笑> そうかよ。やってみな。
こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとか、 or if we are or whatever、 つまりここで何が起きようか誰も分かりやしねえ。 Wouldn't you think that most people would just not want to fight us? I'd just be like, oh, these guys are gonna kick my ass. いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ、追っ始めると。But they were asking for this. あれ？あ、ちょっと待った。ヤガミ氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今はちょっと。This is the greatest。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏からヤガミ氏にガチャ切りされたと聞きまして。何か気を悪くされたのですか？僕はもう心配で心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなの言って。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった。じゃあ後で。This is the greatest dumb Yakuza fight in all of them. こちらからかけ直すべきでしょうか？だとすると、Like they're all just in goddamn shock right now. で、どこまで話したっけ？ふざけやがって！そりゃねえだろう、ターボ。てめえら、ぶっ殺してやる！ヤガミさん、カイトさん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてもらった。そうでしたね。は？いや、冗談ですって、冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうだった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。コウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね、カムロ町。 It's the nicest place. いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと、今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと時代に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。He talks like he has marbles in his mouth or something. 甘いな。まだどうにもなってねえよ、あの二人は。近くで見てりゃわかる。それも年の功ですかい？おう。俺はお前らよりよっぽど場数踏んでんだ。松金のおやっさんと一緒に。ああ、そうだったな。松金はヤクザ、俺は弁護士。裏と表って別の世界の人間だったが。このカムロ町で精一杯生き抜いてきた、いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。じゃあ俺らももう行きます。そうか。お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。Now it's gonna pop off.
Because he said the plan's in motion. She keeps looking at something. では、判決を言い渡します。主文、被告人、江原明弘を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて。There's a reason. 初犯なのに執行猶予もなしですか。ええ。本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。立ったままで聞きますか。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか。Pooh. 何を急に。何の話ですか。分かりませんまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は御子柴弘と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。バグフェイス。万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと濃々としていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしない。So the same setup as the first one. あの弁護人、これはどういうことですか。これはそのあの。久々に仕事したな、俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいな。サイドストーリーズ or side business、help bring blah 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 detective agency into the green out of the red。 なんだそりゃ、マジかよ。だよ、あのクソゲークリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。ウサバラシに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。Gangsters don't ask questions.Get drunk, okay. Now, the important thing. Alright, so we basically have the same stuff as last time. Maybe broken out a little bit different, that's fine. 609 things to do this. Oh, no. Okay, that's fine. The shot missions, got the city shit again. Right, blah, blah, blah. Alright.I think we're good to go. That's a general statement. It's probably the same group of battle things. As it always is. I'm not really expecting much else anymore.Hit him with cars, that's different. Bounce off wall, blah, blah, blah. Okay, these don't seem... Oh,
horrible to do. They're snake style this time. So all things considered, this should be pretty easy, 100% as always. That is the end, the secondary end goal of every Yakuzing. First is obviously to save the day. But you know how we do things here. So with the way this is setting up, imagine 6 months after the craziest like month or two of your life, it all just goes to shit again. Because that's what's about to happen to these guys. ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだ。Looks just as nice as ever. There's no more bonus food in the fridge apparently. Can't get things off the board yet.Most importantly, what game do they have here now? Yo, there's lots of games this time. That's cool. Alright, that's pretty neat. I'm on board. It's dumb, but it's cool.Talk to my friend. まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだったろ。ああ、そうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。もう用事は済んだの、八神さん。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。うん。なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。分かった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。でも八神さん予定空いてる？予定ね。ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろう。今日のだって久々の依頼だったんだよ。 Just checking. そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。ああ楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだった。 Sounds like fun. あの野郎もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。